間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日ご紹介いたしますのはこちらのバイオリン、セバスチャン・シャーデが作りました、新作バイオリンです。セバスチャン・シャーデは、有名なバイオリン製作家ヨアヒム・シャーデの息子にあたります。ヨアヒム・シャーデは2017年の夏にですね、惜しくも亡くなられまして、その後の工房を継いでいるのはこの息子のセバスチャンになります。当然同じ工房で父親と働いてた時期が長かったと思いますので、そして同じ工房を引き継いでいるということは、バイオリンを作る材料ですね、そういったものも当然その父親が持っていたものを引き継いで、作っていると、想像できます。またこちらをご覧いただいてお分かりのように、いわゆるそのオールドフィニッシュ、アンティークフィニッシュになっておりますけれども、こちらもその父親のヨアヒムが作っていたような手法とほぼ同じと言っていいのではないかと思います。この楽器これも先ほどから言っているように、父親のヨアヒムと同じなんですけれども、非常にこう軽いですね。特徴といたしましてはすごく軽い、新作楽器としては、持たれると絶対皆さん驚かれると思うんですけれども、ただその軽い楽器というのの、ネガティブなネガがないんですね。軽い材料、軽い楽器、軽い材料を使った楽器というのはやっぱり軽い材料っていうのは、やっぱり密度の、薄いスカスカの材料がゆえに、軽いっていうことが、あるわけなんですけれども、この楽器については、それは当てはまりません。やはり先ほどから言っているような、その父親ヨアヒムの、材料の吟味、ストックしている材料がやはり、軽くてもその密度の高い、音がしっかり出るような、材料をたくさん、ストックしてたのではないかと思います。ぜひ、皆さんに、この軽さを感じていただきながら、その軽さゆえに、この楽器の醸し出す、響き、そしてその音の通りであったり、あと、軽いがゆえの、低音の柔らかい響き、そういったもの、いろんな複雑な響きを持っている楽器ではないかと思いますので、そちらをぜひ試奏にて、お確かめいただきたいと思います。